前回の続きになりますが、ここら辺は倍速で送らせていただきます。なぜなら途中からですね、中の方に入らせていただくので、外観はこのスピードでね、見ていただけたらと思います。こちらは書院、こんな感じでございます。一応家一周、部屋数はまあまあそこまでないかもしれないですけど、十分ですね。一週間ぐらい住みたい。まずは、はい、こっち側から室内、あ、素敵で、玄関、じゃあちょっともうちょっとね、近くから行きましょう。パソッとし、こんな感じです。ここだったら私皆さんのことね、一回は招待しますよ。よかったら家見に行きませんかって言いたくなるもん。撮影大丈夫っていうことだったので中に入らせていただきました、ね、最初の1段目の階段がですね、すごい高くなっていて、でここは低くなっているっていうのがね、やっぱ江戸時代ならではと教えていただきました。本当ですね、低めだな。私の場合しゃがまなくても平気なんですけど、つい頭をちょっと下げてしまう。日よけと呼ばれる火鉢の原型のような、こっちですね。これが中の間でございます。では多分私が中に入ってないから気を使って、あの中どうぞと教えてくれました。全然中入るか外かで違うんで、ありがとうございます。そして誰もいないね、とりあえず鶏、これも細いですね。何のマークだろう、あ、鳥か、下に顔があった。これさっき外側から見たところです。これとかすっごい、なんかあっち、これ遠くで見るとほんとすごい綺麗ね。字はまた何かの形かな、難しくて分かんない。こっちからでも分からない、壊れてるわけでもない。さっきのお手洗いがこっち、これがお風呂、なんかお手洗い、あ、特に見れませんけど、これか、スリップ付き、え、昔ってこうやって足は濡れないようになってんの。あ、すごい、今のじゃ男子トイレなんてね、飛んで足、靴汚れてるってことかな、男性の人たちってまあ今はね、男性も洋式に入る方が多いですよね。ガラス外も見れます。多いね、はあ、本当に涼しそう。ここでゴロゴロしてたいですね。ここ奥です。かわいい、マックのマークにも見える。へえ、ね、面白い、いろんなキュースがあるって感じで、私たちは上がれない階段になります。そしてこちらが、台所になります。広いね、けどどこでね野菜切ったりするんだろう。それはまあ別に机とかあったのかな。これはですね、上の方の屋根とかはですね、5年前に直したりしたらしいんですけど、なんかやっぱね、こういうのプロフェッショナルの会社とかがあるらしくて、直すのにでもですね、やっぱり1000分くらいの金額がかかっていたり、まあその時にね、屋根以外にもちょっとちょっと脆くなってる部分は直したりもしたみたいですね。素晴らしい、結構リピーターの方もいらっしゃるみたいなのでね、まあ、
金額はかかっても、まあ、残す価値ありと。人が結構いる人はいるっぽいんで、ちょっと今日はちょうど誰もいなくて、カーリーさんも話しかけてくれてラッキーな日でした、ね、パンフレットとかも置いてあるのでね、まあ、さっき言ったか、ぜひ持ち帰ってね、くださいし、カーリーさんがね、お時間あったらお話をぜひ聞いてみてください。はい、こんな感じです。こちらは何の建物でしょうか。これが博物館か、公園の鳥たちの写真もあるけど、ここは何だろう、特に書いてない。あれか、管理、あ、書いてあった、アクアラインセグメント、アクアラインのトンネルに実際に使用されたものだそうです。11個組み立て、右の円円形を輪を作り、その輪をつなげてトンネルを形成すると。これをね、11個組み立てて円を作ると。大きさ幅 1.5、 あ、違う違う、幅 1.5、 長さ4、厚さ65センチ、重さ10トンです。あ、これをか、これを11個だ、すごい。ここはアクアライン、なるほど館っていうところで、多分さっきのトンネルとかについてのあれがいろいろと書いてあるのかな。あと、ここ自転車かけられるところです。次はね、アクアラインなるほど館で、ビデオとかでね詳しく知れます。で、こっちが京都博物館になります。ちょっと今日は入らないですけど、袖ヶ浦市はね、博物館になります。でね、井戸をね作る職人たちがねすごい多かったみたいですね。だからさっきでも井戸だったりしたんだ。あとはこういう感じで、って感じで今で現在地になります。いけ、はい、ということでね、元の道に戻っていきます。暑い、その一言、もしもなるほどか閉まってたらですね、こちらの本館とか、あ、ここじゃないかなとか、なんかに声かけると開けてもらえたりするので、はい、遠慮せずに声をかけてみてください。この地図は古代住民の広場の案内図になってます。1番立山式住居、ごめんなさい、弥生時代、こっちが、奈良時代の立山式住居、3番、あ、ここにあるな、が複製石造物群、4番カズサボリの足場、ちょっと後ろにあるのかな、で6番トイレ、5番が万葉植物でございます。はい、こちらですね、よっ、弥生時代です。西の久保遺跡26号、弥生時代、約1800年前ですね。楕円形になっております。約2ヶ月か140人によって完成しました。暗くて見えないですね、うー、見にくい。こちらが奈良時代のですね、ちょっと煙がついてみたんで、匂いがすごかったり煙がすごいんですけど、中入ってそうじゃんって言われた。あ、本当暑い、そういうこと、匂いがつくし薬になっちゃうかもって言われてて怖いな。こんな感じです。すごーね、こんな感じでございます。うん、結構薬になるな、好き。こんな感じで火がです。これにね、こういうのが書いてあるんですけど、こういうのは全部万葉集の、あ、さあ万葉植物園内ですね。で、これでもう四季ね、その時に花とかが咲いたりするみたいですね、素敵。で、さっきの縦穴式住居ですけど、屋根だけでここのですね、4、500万ぐらいかかるみたいで、たまにああやってね、たまにっていうか結構な頻繁に焚き火じゃなくてあれをしないと屋根がダメになっちゃうみたいです。で、なんか屋根のね、やっぱ材料がないらしくて、必要になると富士山の方から集めたりって言ってた気がするするみたいです。困っちゃうな
いとこですね。あのそれもね、今私がこんな知ってるわけない、あの管理人さんがいて教えてくれましたね。本当にあんまり来られてる方いないですけど、ぜひ来てほしい場所だと思います。でだからそういう管理人さんとかはすごい喋りかけてくれます。見てると特に撮影してると余計にかもしれませんけど、私は自撮りで写真前撮ってましたから、ね、多分好きな人と思われたのかも。先に見た方が中が丸くて、後に入った方がね、ちょっと四角い感じでしたね。あ、こっち 100m 先に駐車場あります。それが第二駐車場か。本当にぜひ回ってみてください。ここもまた違う形だね。こうやって大変なんです。なんで白川郷とかも本当にダメらしい。あの本当にすごく屋根を大事にしないといけなくて、でも屋根だけで3000万ぐらいかかってるとか言ってましたよ。だからそう簡単にダメにはできませんね。といったところでございます。ちょっとねこっちはね、あのちょっと回らないで終わりたいと思います。ということで今回は、千葉県のね、袖ヶ浦公園でした。あのすっごく広くて、いる方々、管理人の方々とかは普通のお客さんも、あの優しい方々多いし、いろんな見るものも多いのでぜひ来てほしいと思います、ね、知らない人が多い公園でですね、なんかもったいないので、ここ知らないのぜひちょっとお時間あるときにね来てみてください。まああれでしたね、今度は、まあ、秋もそうやって万葉集のところがお花綺麗かもしれませんけど、まああれだったらちょっと人が多いかもしれない春ね、楽しんでください。そういうことでですね、約2キロ1時間ちょっと、まあアクアラインとかゆっくり休んでましたけどでしたね。で3000ちょっと歩きました。まあそれもね、いい感じではないですかね、距離とか時間で。そこにねコンビニっぽいのがあるので、そこでなんか、まあ、ジュースとか、まあ、メロンパンも書いてあります。でまあこっちにジュースアイスある、お手洗いある、まあそんな困るものもないと思います。ということでね、こちらで終わりになります。それではまた。We'll be right back.